テレビの買い替えなどでアンテナ接続を変更する場合、スマートJCOMボックス背面のケーブル出力と現在のテレビのアンテナ入力端子口につながれているアンテナケーブルをお確かめください。現在のテレビのアンテナ入力端子口からアンテナケーブルを外します。この時パラボラアンテナをお持ちで、現在のテレビの BS110°CS アンテナ入力端子口にアンテナケーブルが接続されていた場合には、こちらのアンテナケーブルも外します。外したアンテナケーブルの先を新しいテレビの地上デジタルアンテナ入力端子口に接続します。同様に交換前のテレビの BS110°CS アンテナ入力端子口からアンテナケーブルを外した場合には、こちらのアンテナケーブルも新しいテレビの BS110°CS アンテナ入力端子口に接続してください。これでアンテナ接続は完了です。